はい、どうも、大キャノンです。皆さんね、また日曜日、どういうふうにお過ごしでしょうか？まあでもこの動画上がってるのは日曜日がちょっとわかりませんけど。はい、今日もですね、鬼滅の刃グッズのご紹介です。グッズというか商品？一緒か。はい。今日はですね、なんと近くの、私の家の近くのスーパーで、まあ多分、そこだけではないと思うんですけど、何々店限定でということでですね、売り出されていた、鬼滅の刃商品になります。なんと。はい。これです。特製ファイル付き、ラムネ。ラムネは普通のラムネなんですけど、中身は、この、クリアファイル。鬼滅の刃のクリアファイルが入っている。全集中。全集中とか言っても、猪之助、かまぼこ隊と、義勇と、忍ぶという、まあ、第1部、一紙編のね、主要キャラ。そして、この後ろにはなんかカレンダーがあって、この何月の鉛筆でしかもなんかなんですか、鉛筆で書いて消せるっていうクリアファイル。すごいね。後ろにはこの柱の皆さんのイラストがあるんで。素晴らしいですね。ということで、これを買ってきます。これ440円、めちゃくちゃ安い。普通にこのラムネの値段じゃん。ラムネの値段だけだと思う。うん、ラムネ。これ普通です。ラムネは普通です。で、なんとその店、まあ、ていうかもう最近始まってる。まあ、これ企画のおかげなんですけど、やってたのがね。このね、はい。ラムネが、なんと、鬼滅の刃のイラストのラムネが、こんなにもある発売されております。はいはいね、はい、というわけでいいですか。これの中身をなぜこれにしないのかっていうね、ちょっとまあ不思議ですけど、じゃあ久しぶりに私ラムネ食べるの、もう本当に久しぶりですね。ちょっと炭治郎のを開けて食べてみましょう。無限いちご味って。ちょっと無限列車をかけてみる。ラムネこれもう私何年ぶりかっていうぐらい食べてないですね。食べます。うん。うん。うん。いちごだ。さすが無限いちご味。せっかくなんで普通のラムネも食べ比べて。やっぱ、いちごが、いちごでしたね。はい。ラムネはもう普通のラムネ。ラムネ飲む方が好きなんですけどね。あんまり食べる方が食べないのかな。では、やばいこれだな。いやー、なんか口じゃな。しまった、炭治郎を食べる前にやればよかった。じゃあ、私が、この理想の、理想のセットを作ってやりますよ。あ、はい。
皆さん、これが理想のセットじゃないでしょうか。こうしたら多分ね、もうちょっと高くても売れますよ。まあ、名前の数増えてるんで、当然まあ高くはなるんですけど。こうやったら多分1000円でも売れたんじゃないですか。っていうぐらい思いました。ね。まあ、とにかくね、やっぱりまたこういう鬼滅の刃の関連商品を、また、見つかったら、ご紹介していきたいと思います。それでは、皆さん、ね、しっかりまた1週間頑張りましょう。さよならー。